ああ、しかも全く情報もなかったからな。正直なところ、よく倒せたと思う。普通なら何度か試しに戦って敵の特徴や戦闘パターンを確認しますもんね。でもレイちゃんのお母さんを確実に助けるにはこのチャンスは逃せなかったもの。ベストな選択だったと思うわ。そうだな、アバシスにとっても君にとってもこの戦いはゲームではない。ゲームではなかった。ああ、これですね。どこにつなげばいいのかな。よし、接続完了です。これでお母さんの病気を治します。アフシス89900。ありがとう。あなたのおかげで私は正常になりました。そしてアフシス89900のマスター、その仲間たちよ。SBC フリューゲルの危機を救ってくださり感謝します。この船のメインコンソールにあなたと、そ、万歳です。私のマスターが一番になりました。どうせなら私たちの名前も全部入れてくれればいいのに。ま、一番頑張ったのはあんただからね。おめでとう。君は、いや、ここは素直に祝っておくべきかな。クエストクリア、おめでとう。人の話を遮るなよ。私を助けてくださった皆さん、あなた方にはお礼を差し上げます。そして、アフシス89900のマスターであるあなたに、これからも私の愛しい子をよろしく。マスター、ありがとうです。マスターのおかげでお母さんは元気になったのです。このお礼はいつか絶対100倍返ししますから。お疲れ様。クエストクリアをみんなでお祝いしましょう。クリアおめでとう。いっぱい用意したからどんどん食べて飲んでね。
みんなお祝いに駆けつけてきてるんだから、今日は寝落ちするまでパーティーよ。やった。みんな飲み物は持った？よし、それじゃあ SBC フリューゲルの最終クエストクリアを祝って乾杯！乾杯！ナイスファイト。あなたの最後の選択は正しかったと思うわ。